はい、おはようございます。いや、これだけは全員の方やられました。この後ね、私フル株になりました、とうとう。そう言って本日は、明日はもう離島なんですね。私が取っ払したんですけどね。サンダルをね、早朝に戻ってきました。これね、この後がなければ私もね、こちらの方にもうこれ窃盗なんだよね、警察の方に連絡をね、警察の方もね、いませんのでって、私は言いません。共同のところのね、一番のこれ、まあ、リスクですよね。これなんです。ドア開けております。ほぼ空っぽなんで、まだ乾いていませんけども、人のサンダルのね、こっちの共用のサンダルもありますけど、慣れたのないで、ね、足のつがあります。まあ体温は、まあ、とりあえずこれね、閉めないバカいるんですよ、もう。取り飲むんですよ、これ。必ず一呼吸しながら、これ止まって落ちながら、暑いですが、昨晩はね、とうとう熱帯夜になりました。とうとう滞在中初めて熱帯夜になりました。ラーメンにしようか、どうしようかと思ったんですけどね、山奥いろいろちょっと検索しました。あの明石にもあるってことで、明石よくわかりませんけどね、何もね、特に山奥がどのような、なんかこれね、履き物、まあこれ本来私もこれいけません。1年ね、履いていますから、もう購入予定です。相当これあれしましたね。これ部屋にね、持っていくということでお話をしております。わからないようにしてくださいという方、私ね、感想ですけどね、確かに昨日は少し湿気ありましたけど、本日ね、太陽はカラリとしています。今の気温ね、もう夜中よりも下がってきました。だからね、そこの点、私の感想を述べます。暑いですけどね、いつまでも神戸のにしつこくありませんから、それ人間と同じです。確か神戸にはしつこいということを申してるとね、思うんですけどね、札幌はそんなにしつこくありません。私はただいま札幌市南区です。まあ正式にね、申し上げますね、日本国北海道石狩振興局、札幌政令指定都市南行政区なんですよ。そしてね、場所こちらね、富士の2条11丁目のね、信号機ですね。
歩いててもね、まあかなりね贅沢言っていますから、道外からの観光客ね、思ったより大阪からのね観光客、思ってて暑いって北海道は涼しいと思って、それはねたった1日2日で帰ったら分かりませんから。ここは良さはね長期間で良さがあるんですよ。それもまだまだね道内行きたいところあるんですけどね、あれもこれも欲張っていると私も悪いんですよ。遅く出発しましたから本年ね、7月20日前後にね出発していれば、結局ね暑いから神戸にいて、まあ、出かけるでしょ、飲んだり食ったりする、1万円の金なんかすぐにねもう消化しますね。それ2回3回繰り返してるとね、こちらで十分お金使いますよ。ただそれはね1日2日で帰るのとやはり長期間になるとね、それなりにやはり分かってきますから。いい風吹いています。確かに昨日はね私が滞在して、まあ、室蘭でも多少ね湿気ありましたけどね、まあ、爽やかな風吹いてる。これはもう今夜は25度切りそうですね。これ大変な湿気だけどオープンだね、中にね中標津の通りに犬が近寄ってきますよ、敷地に入るとね、敷地から離れると犬はね離れます。お風呂もねもう今日はもうさっくり入りました。ほぼキャリーケースの通常もね完了しております。あれはねこちら温泉旅館のね送迎バスです。例えばよそからのね観光客、でね大きい旅館でねもうごちゃごちゃとしていますよね。小さいところね家族連れが来ますともう一番うざいんでね、工事関係者の方が静かなんでね、私もそんな騒ぐ人じゃありませんから、家族連れが来ますとうるせえんでね、もうこれはどこに限らず、どこの人間限らずですよ。まあ、私は間違いとされたら注意しますけどね。このサンダルもね犯人分かりませんからね、もうこれ言いようがない、犯人分かりませんからね。まあ旅館でもこれありました。だから必ずねもう名前と、これはねドミトリでよくあること、履き間違いはまだね、まあ、許せる範囲ですけどね、盗みもいますからサンダルの、そういう専属のね、あれ上鉄バスです専属の人間もいますから、変態なんですそれね。まず部屋の中でサーブ人なんかね一人見ませんからね、私は何も言いません。降ってるからってそんなどうのこうのね言えませんから。私もねそう言って内密に食ったのに、まあそいつ食うとか食わないとかねそれ言えないんでね、それと比べるとねイオンの樽みたいな1階のね上してたるみたいな警備の前だ、あいつはクソムカつきますよ。
クソバカ野郎ですよ。偉そうにね。神戸人ってそもそもね、口の利き方知りませんからね。でもね、イオンでも所変われば質も変わりますね、人間のね。まあ、従業員さんもそれに汚染されるんでしょう。だから本当ね、しっかりしてる方なんか、あの店で働いてると本当もったいないです。客に絡まれて。私はそれ感想です。ね、一番いいのはね、イオンタルム店の方がね、札幌に来られてね、されるのがね、最も私はいいと思うんですよ。しっかりしたくなるならね。なクソバカ野郎のね、客のところ行っててもね、もう被害に遭う一方じゃないですか。まあ、それは暴力なんか振ればね、それはもう、そしないからいたしませんけどね、店員の方も。少なくとも私見ていますけどね。もう今日でね、言えばもう20何日間スーパーとかいろんなスーパー行きました。まあコープ札幌主体ですけどね、イオンも行きましたけどね、客がね、そんな怒鳴ったりしてるのに一回もね見ていません。神戸のようにね、うるせえ客とかね、私一回も見ていません。いろんなのいますよ、確かにね、話す人もいますけどね、会話聞いていてもね、聞き捨てのいい会話です。でも慣れましたね、ここまでの比べてね。まあ、今日もまずはね、コープ札幌向かいますけど、まあ、コープ札幌に到着して何を食べるか、まだ決めてください。残飯食いましたかね、昨日ね。セブンイレブンありますけどね、高くかかってまずい。思うものがありません。それでなご納得いく方はそれでいいんですよ。大きなトラックですね。青です。こちら渡ります。結構な坂道ですね、これね。なんかね、自動車がね、渡りました。結構な坂道ですね。到着が8月2日なんで、23日間滞在していますとね、神戸の家がね、地震でね、津波襲ってきてね、マンション流されればね、私もう神戸に帰らなくてね、それで済みますけどね、そうもいきませんからね。まあ、札幌は札幌、それなりに夏はいいですけどね、冬の厳しさは、まあ、私まだ体験していませんから、そこもやはりね、だから調和取れてるね、やはりね、まあ、横浜なんですけどね、調和が取れてる。なかなかね、それはもうどこの都市であっても、まあ、仙台もね、行く分は横浜でかくすると夏は幾分しのぎやすいです。神戸のようなことはありませんね。まあ横浜は確かにね、神戸と比較してもう同じぐらい今暑くなってますけどね。ただ以前はね、若干横浜の方が夏しのぎやすいということありましたけどね、今はもうそのセオリー全く
通用いたしませんね。じゃあ土曜、土曜なんですね。歩いてるとバス停下出るところにありまして、椅子がね空いてればいいと思うんだけど、もう夏休みもね、札幌市もね、なんか明日までね、教育関係もう動いてるところありますから、やはりね、こういう坂ね、北海道の坂ですよね。その道が見渡せるというのが、やはりそこが都心であっても違いますね。なんですが、まあ、万が一ね、神戸に大地震があれば、その時すぐに帰っちゃいけないんですよ。危険なんでね。危険なんでね、その時はね。危険なんでね。スマホでも取れてたの。タルナルテはまだ今日わかります。あのナルテはね、スズキのにもあります。2回3回食ったでしょ、なんか覚えてない、2回。それはコープサプロね、改善してマグロがあればね、マグロ食いたいですし、とね、一日で道外からはね、分かりませんか、神社坂じゃ分かりません。昨年でもそうでした。確かにね、市場あれのあくまで札幌の市街地の北二条のところにあるね、観測所の記録なんでね、昨日なんか札幌の山口観測所、要するに山口仮想所になるところね、手稲区なんですが、35度近くまで上がりましたからね、それは本当わからないんでね。札幌でも広しですから。まあ雪はね、冬はまんべんなく降ります。神戸のようにね、全く雪降らないことありませんから。神戸で雪立つ雪なんか見たことありません。マイナスなんかになるのも本当稀なんでね。やはりマイナス2度南部となるとやはりね、体に影響ありますけど、あ、5度なの、暖かいじゃないとなりますよ。ただね、そこがね、やはり神戸市に弱いところです。札幌では5度なんかね、暖かいんですよ。これが絶対必要なんですよね。シャベルスコップね、これ絶対必要なんです。今はそんな必要はありませんけどね。歩いてても太陽当たっても、これはもう夕方になりますといいから来ます。参りました、ただ今ね、参りました、こちらのバス、上鉄バスです。配送です。あちらも上鉄バス、上山区の線、よそ者の観光客ね、たくさんたくさんというか結構乗車してるの。あいつらね、外国人がね、どでかいスーツケース積み込むとね、乗車する人間一人でも少なくなりますから、とうとうね問題になってきましたよね。
私が言うまでもなくね、まあ、私なんか小型のケースなんでね、ただあの電車のね棚には私はそんな力ありませんから、からもう置けるところの席をね選ぶということで、ね、足元に置ければいいですけどね、2席ね確保できればいいんですけどね、なかなかそうもいかないのね。多少外国人も言いますよ、そんな置けるならね、あのプリーズなんですけどね、私のね、あのそれ移動させて己のキャリーケースを置け、それはちょっと考え方間違えてます、明らかに小型なら置けますよ、で横にしてね、私のねキャリーケースね移動させて、それはね変でしょ、いくらなんでも。あちらもね上鉄バス、あ、ね、札幌市内まで、札幌市内、この札幌市内市街地まで1時間ですから、まこまないでも30分は絶対必要なんで、南平市までね乗り換えがうまくいけば45分前後ですけど、山道ですね、こちら時計台バスですね、観光バスでしょ、これまあ、要するに何もわからない人はね、あの家畜に積み込まれてね、時間に制約があって回るんですよ。私はそんなことしなくてもね、路線バス活用いたします。1日2本なんかね、なんとかなるでしょね、1本なら大変ですけど2本だらなんとかなりましたよ。だから午前中と午後の便だとね、午前中出発して次の午後の便で帰ればいいんでね、垂水駅のバスターミナルからね15分に1回、それで30分に1回文句言って、上地取り駅にバカ野郎です、あいつら、あの家畜バカ野郎です、あいつら。例えばね、あの30分に1回で文句言っていますね、1時間に1回のバス、1日7本1日4本、無理っしょ、バスはまだ無理しちゃう、そんなとこで。せいぜいね、金かけてね、神戸鉄道の金ね、たっぷり使ってね、タクシー使うか、タクシー使って豪華ホテル泊まってね、金なくなったと言ってね、嘆くのはね、神戸人です。私はそんなことは考えていません。まあ、少しね、あの、いろいろ話聞きましょう、まあこちらに電話しなくてよかったですね、こちらに電話していれば、ね、それでこそ厄介なことなんでね、いろいろと、まあそれはせざるをね得ませんでしたから、救急車がね信号無視です、あまりね通過しないんですけども、じゃあ上鉄バスの、ね、15島公園に来ていますけど、完全にね運行されていますね、はい、あの逆に変わりましたね、交通路で守られていますね、落ち着いて、やはりね私もね札幌市消防局の救急車に乗りましたからね、
私も乗りましたからね。到着です。何分かかったでしょうか。今日は満員です。土曜なんでサタデーなんで。ご飯食うとこね、ここですか、ありませんか。とりあえず入ってです。入っていないとね、なんか分かりません。まあ椅子どこが空いてるか分かりませんけど、こちらコープサッポロ。今月はねコープサッポロなんですけどね、もう8月終わるとね本当寂しいですよね。こちらコープサッポロ富士の店到着です。撮影館の中まで入ります。まずは定位置が空いてるか空いてないか分かりませんけどね。定位置が空いてるか空いてないか分かりませんけどね。到着です。今日は10倍ですよね、ポイント。まあ私は入会できませんから、残念ながら。そこはやはりね、これ確か共通で共通商品ですね、卵好き。まあそれあって普通なんでね、共通商品ね。なかなかね、入りましたらもう人入らないのに、そこが難しい。入っていればいいです。いらっしゃいませ。頑張ってください。まあ、コンセント。ここの中座りましょうか。まずはね、この格好。まあ、仲良く。ガオガオ生だ、うまいっしょ。結局はここ大変でました。結構ここね、なんか持ち込みがご遠慮くださいって書いてた。弁当食ってね、電子レンジで温めるとかいましたね。食いますか。結局ね、顔見ません。
7000円ならね、お弁当買うよ。大根の方がいいな。飽きましたね、この足元にね、私の専用席、いや、そんなわけじゃないです、ね、ちょっと、まあ、同じパターンですけどね。大変だからね、マグロ続いてもなんともないんだよ。肉が続いてもなんともないんだよ。ね、油の分だね。大変ですね。食べたくないなと思います。赤身だったらね、2日めっちゃ気に入ってね。お客さんポイントカード持ってでしょうか。あ、ないんです。ねえ、悲しいですよね、やっぱり。それと、お客様なんてねえよ。呼び客の言葉ね。組合さんはありがとう、お客様ですよ。
はい、よかった。あ、今夜も満員なんだよ。病院の場合って満員なんですよ。それと同じだよね。大した人になることありませんでした。その時はもう鍵閉めました。一番ね、関西人一番ね、立ち悪いですね、止まっていてもらう。綺麗にね、使っておられました。帰った後ね。あ、今日も何結構ね、やだね。普段朝行く歩いてるでしょ。結構どこに行きますね。結構朝早くね、起きてね、もう出発されてます。半分なんで、ね、これこれまた食べられますよ。全て失った。時代だけど
どこに行っても、本当にそれ残飯食ってコロッケを買いに行ってね、雨降ったりやんだりね。訪れてよかったか悪かったか良かったです。お金さ、大丈夫使いますよね。でも夏にね、金使いで家にね、なんかね倒れますよ、倒れます。結局行かないで、だってお金使いますよ、あいつは。サンダル、うん、塩気少ない。
るのかな。下はなければ本当に熱帯夜、熱帯夜プラス30度ですよ、真夏日、暑体験ですね、本当に。あ、現在のね中津か食中毒注意、暑いようなのね。確かにね、年末の28度やっぱり暑いですよね。寒いと思う、暑いということで。ただまあ雨降ればまあ寒いんでね。多分もう知ってるんだね。この数値が今までの技術どんな状況ですか。まだ2枚残ってるよ。使ってるとね、汚れますよ。値段高くてもね、こういう揚げ物のようにほら、あんまりね。
もう今日8月25日、もう終わりに近づいてますね。帰りたくないんですけどね、そうもいきませんけど、昨日のね、冷房を私つけましたけどね、自然の風に慣れてしまえばね、冷房がもう嫌になってきます。あの普通ね、冷房いらないことね、ドライアイスいらないことがね、それがもう普通なんですから、ただ冬はいいんでね、アイスクリーム買ってもね、歩いてもね、溶けませんからですね、ただ食品が凍りますから歩いてるとね。こういうね、丸取り、まあ、買うでしょ。10分持ち歩くともう冷めますよ。マイナス、ね、5度なんかでね、10分持ち歩くともう冷めますよ。
30分30分かかってない。札幌12日目ですからね。まあ、そんな暑いよ、まあ、必要になるんです。まあ、一歩で行っているのと、サトウズカトウズ羊が、地下鉄で、ね、北大で、ね、自衛隊の前で、機関がね、さそうした人。とトイトもね。札幌レーガーね、創立48年です。昨年で47年でした。本当に？みんな同じ種目やってる。ちょっと、太陽です。もう一回、この人はやらないと。最悪のね、ダメなことね、しみじみの、しみじみ、他にもね、食べるとかあるんですけどね、最後から食ってね、夜にね、ラーメン食べるラーメン、逆にするとね、食べられないんだ。
まもなくね、就活準備が整いました。だけどね、来なくてよかったですね。
ロビーの町の丸バツ様、収穫準備が収穫準備ができましたので、一番収穫室にお越し願います。まあ実際ね、他人だからこれね、言えるんですよ。他人だから言えるんですよ。関係ないのね、私にはね。言いました。なんだね、まずはね、頑張ります。甲子園の監督でした。